2016年よりカレレレスの美しが川での走行シーンの映像作品を制作。美しが川でのカレレレスの最後の撮影。2019年2月下旬より性能が優れる GT3 に乗り換え、ビデオ撮影の合間に撮った写真と撮影の様子を紹介した原稿が月刊松本市市会報2019年6月号に掲載。月刊長野以報7月号にはポルシェ歴を紹介した原稿が掲載。これを機に撮影の方法と最新作を紹介した作品を制作しました。車の走行シーンの撮影をします。今回最初来るシーンを撮影します。このようにカメラをセットし、録画開始ボタンをオンにします。そしてこれを、バックでピストンします。フレームアウトします。次のこのカーブでバックでフレームアウトで、今三脚が、見えなくなりました。で、見えなくなったらここからスタート。で、今撮影中です。で、ここに今三脚がありますので、これを過ぎて、そしてここでフレームアウトしましたので、またバックで三脚の、回収のために、戻ります。で、ここで今そこに三脚があります。
撮影したら、ビデオカメラを、オフにします。車の走行シーンの行くシーンを撮ります。ビデオカメラを設置し、画角を調整し、今フレームインしているので一回バックで戻り、フレームアウトし、向こうでフレームアウト、そしてバックでまた戻ります。まずビデオカメラを設置し、ビデオカメラをオンにします。撮影し、ビデオカメラを、回収します。これを繰り返し、それをつなげて映像作品にします。機械の加減が一定しないこの日はオートにしましたが、フレームインジン絞られ一瞬暗くなってしまったため、露出を固定すべきでした。ブラインドコーナーは対向車線をバック。編集でつなげてもリズム感と光の加減が一定になるよう、2カメで来るシーンと行くシーンを同時に撮影。次の撮影ポイントが近い場合、車を置いてカメラを回収。ポルシェ997GT3 で8月下旬の美しが川を訪れました。思い出の丘、竹嶺の西川をなんか、五穀星に富山峰烏帽子岩。
奥に北アルプス牛尾立山連峰、竹志峰の西から南に行こう。南に八伏山、目的地最高点大賀島、尾根を越える焼山峠、終点の自然保護センターに向かいます。辿った尾根の奥に北アルプス、大賀島を見上げる自然保護センター。大賀島まで30分。南に八伏山、西に大賀花、東に美しの塔、8月下旬の美しが葉を楽しむことができました。
荘は作品制作の励み、美しながらとても綺麗で、ぜひ行ってみたいです。季節が違うと雰囲気が変わって飽きないですね。妻もすっかり長野の素晴らしさに魅了されております。独特の世界観から吉野先生のナレーションと GT3 が過激なエンターテインメント要素が強すぎる最近のメディアとは一味違った心が温かくなるビデオでリラックスできました。6月9日のミーティングですが、元吉野先生のカラーレース元気に参加していただきましたよ。次のオーナー様は吉野先生同様大切に撮っていただいておりますので、ご安心ください。